すごく走りが楽しい。でこの楽しさがどこから来るかっていうと、磐越道から東北自動車道に乗って福島市街まで帰っていきたいと思います。安定してこの車線の真ん中を保って走っていくことができていますね。はい、間もなく郡山ジャンクションに入っていきます。郡山ジャンクションではこのナビリンク機能付きのプロパイロットの速度制御機能が試せるんじゃないかなと思います。こちら郡山ジャンクションに入る前に一旦この速度上限80キロの区間での燃費情報をお伝えしましょう。はい、すごいいい数字が出てますね。ここまでの区間走行距離が 22.7 キロ、まあ、23キロくらいですね。そして平均燃費リッター30キロ超えています。実際ここ高速道路に乗りました、猪苗代のところからここまでは割と下り坂の区間が多かったのかなと思います。この区間の中ではリッター30キロを超えました。でここからさらに郡山市から福島市の方まで行きます。福島市はさらに郡山から比べて標高下がりますので、この調子で高速走っていくとかなりの好記録が出せるんじゃないかなと思います。まあ、ただし今は速度80キロで走ってますが、この後の東北自動車道は速度100キロの区間になりますので、まあ、その80キロと100キロでどれぐらい燃費変わってくるのかなっていうのもちょっと気になるところですよね。はい、ではジャンクションに入っていきます。今ナビも目的地の設定をしっかりしてますので、ジャンクションに入る場所の案内がこちらのモニターに映っております。またこの速度制御、ナビリンク機能付きの速度制御はルートガイドを行っていなくてもしっかり作動するそうなんですが、ただしこのルートガイドを設定しておくことによってより高度な速度制御を行ってくれるということです。特にこういったジャンクションに進入する際などはその機能十分に発揮されるんじゃないでしょうか。ではそのままジャンクションに入っていきます。今ですね、はい、急なカーブを曲がっています。ジャンクション内の急なカーブ走ってるんですけど、ここまでの間ブレーキを踏まずに来ることができました。しっかりこの急なカーブに合わせて速度を制御して、さらにステアリングの操作支援も変わらず維持をしたままステアリングの制御も行ってくれていましたね。はい、ジャンクション内もかなり安定してこのプロパイロットで走行することができました。ここで東北自動車道に入りましたので、上限速度100キロに設定してこのまま走行を続けていきます。ここまでトータルのスタート地点からの累計の走行距離が 110.3 キロ、平均燃費も伸びましたね、リッター 20.1 キロまで回復しております。でやはりプロパイロットを使っていることによって高速道路を一定速度を保って走ってきました。それのおかげもあってか燃費伸ばすことができています。ここから先も燃費伸ばし続けて走れるんじゃないかなと思っているんですが、どうでしょうね。制限速度は80キロから100キロに今上がっております。で今ちょっと前の車遅いので少し追い越しをかけてみましょう。はい、ウインカーを上げると先行車両の追い越しを行うということが車判断してくれますので、完全に隣のレーンに移る前から少しずつ加速をして追い越しレーンの方に入ることができました。あくまで制限速度は100キロに設定していれば100キロを上限に追い越しを行う、そういう動作になりますね。ステアリングの操作自体は必ず運転者の方でウインカーを上げた時点で操作支援が外れますので、あとはご自分の運転で隣のレーンに移っていただく、そういう操作ですね。話してる間にもまた隣のレーンに移ってまた追い越しに入ってっていう動きをしたんですけれど、この間もアクセルブレーキの操作っていうのを私全く自分では行っていないんですよね。すごくこの速度制御が緻密に行われていますので、かなり安定して車に任せて走ることができている。これは本当にいつも使うたんびにこのプロパイロットは本当にいいなと思いますね。あとはこの今ちょっとだいたい速度80キロぐらいまで落ちていたところからすっと追い越しレーンに入ったんですけれど、それによって上限に設定している時速100キロまですっと持ち上げてくれるんですが、この
設定していた100キロまで80キロから加速していくっていうこの加速感もすごく滑らかで、急にグーンと加速していくのではなく、しっかりこう人間が運転しているかのように滑らかに加速して100キロまで持ち上げてくれるっていう、この動きがプロパイロット、一番最初のプロパイロットはセレナに搭載されたんですけれど、その搭載当初のプロパイロットから比べるとどん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 やっぱりこの辺り進化して運転しやすく乗りやすくなっているなという感じがいつも思います。では引き続き福島西インターチェンジまで高速道路を走行続けていきます。はい、だいぶ高速来て間もなく福島西インターチェンジ、今回のインターの折り口に到着します。でここまでの区間、東北自動車道上限速度100キロで一部工事中などで制限速度落ちたところあったんですけれど、それ以外の区間はずっと100キロ、そして基本的に常にプロパイロット有効の状態で走ってきました。この区間中やはり一度も意図せずにプロパイロットこのステアリング支援や速度制御が切れたということはなかったんですよね。毎回思うんですけど、このプロパイロットの速度制御の精度の高さ維持されるっていうのはすごく嬉しいポイントで、頻繁にこう制御が入ったり切れたりしてしまうと、このプロパイロットせっかく運転者の負担が少ない機能なんですが、それがこううまく発揮されなくなってしまうので、この安定した動作っていうのはすごくポイントが高いと思います。はい、で今100キロを維持する走りをしているんですが、この100キロ維持という中では平坦な道を走っている分にはほとんどエンジンはかかりっぱなしかなと思います。この中ではもちろんエンジンの発電量がそこまで必要ではないので、エンジン回転数結構低めは維持されてるのかなという感覚はあるんですが、ただしエンジンは止まらずに走っている。先ほどの80キロの区間ではつどつどエンジン止まっていたかなという感じがしたので、またそこはちょっと感覚が変わってきますね。はい、では福島西インターチェンジで高速道路を降ります。料金所を過ぎたらちょっと燃費をまたチェックしましょうか。はい、では高速道路インターチェンジを降りました。燃費の結果見てみましょう。はい、高速道路区間を走行距離が 59.4 キロ、そして平均燃費リッター 25.5 キロですね。80キロ区間終了時点で郡山ジャンクション付近ではリッター30キロぐらいだったんですけれど、この100キロ区間を走ってきて燃費落ちました。もうちょっと維持をするかなとは思ったんですが、先ほども申し上げました通り、ほとんどの区間ずっとプロパイロットにお任せの100キロ一定速で走ってきまして、その間、ほとんどエンジンはかかった状態で走行してきておりました。現在の平均燃費、高速道路の80キロ区間と100キロ区間走行しての平均燃費リッター 25.5 キロです。そしてドライブ情報1の方、今回の走行のトータル燃費、今スタート地点から 142.6 キロ走行しまして、平均燃費がリッター 20.5 キロ、ゴール地点間もなくですが、そこでまた最終的な燃費を報告したいと思います。しかし今回の試乗、一部ちょっと雨がパラついたりはしたんですけれど、ほとんど天候に恵まれて良かったです。天気がいい中で一部美しい紅葉も見ることができたので、私としては大満足です。そしてもちろんこの日産オーラ、今回乗ったのは四駆のモデルですが、こちらの走りも存分に楽しむことができました。何度乗ってもこの e パワー、そしてこのオーラという車の走り味、運転感覚っていうのは素晴らしいなと思いますね。そして季節は間もなく冬、福島の冬は雪がたくさん降ったりもしますので、そういった環境の中でこのオーラがどんな走りを見せてくれるのか、また冬場の燃費がどうなのかなんていうのもちょっと見てみたいなと思っていますので、そちらまた季節変わりましたら燃費のご報告、試乗ドライブこちらも行ってまいります。
また今回の市場の中で見てきた紅葉、ご視聴いただいた皆様いかがだったでしょうか。今回は福島県の主に裏磐梯エリアの紅葉を皆様にお届けできたかなと思うんですが、こちらの当チャンネルの動画をご視聴いただいている方、結構福島県以外のお住まいの方たくさんいらっしゃるかなと思います。福島県お住まいの方ももちろん皆様ご自分のおすすめの紅葉スポットなんかありましたら、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。ご自身のお住まいの地域のポイントはもちろん、ここには一回行ってみたい、ぜひここの紅葉を見てみたいんだ、そんなのもございましたらぜひ教えてください。スタート地点は福島県福島市の北町からだったんですが、ちょっとゴールは若干変わりまして、同じ福島市内の福島日産福島ゴームネ店で最終的な燃費のご報告をしたいと思います。はい、ではゴールに到着します。福島日産の福島ゴーノメ店に入ります。はい、到着です。目的地に到着しました。では早速最終燃費チェックいたしましょう。はい、今回のドライブ試乗ですね、今回の試乗コーストータルの走行距離が 146.5 キロ、そして平均燃費が、あ、市街地に入って若干伸びましたね、リッター 20.8 キロ、ということで、まあ、市街地の区間の走行短い区間ではあったんですが、その中でもやはり平均燃費が伸びたということで、この e パワーは市街地走行は燃費がすこぶるいいという、この結果はこれまでの市場計測の中でも分かってはいたんですが、やはりさすがだなというところですね。いかがだったでしょうか。今回はこちらの車、日産オーラの4駆のモデルで福島県の紅葉を見るドライブをしてまいりました。このオーラの運転の楽しさも改めて確認することができましたし、皆様にも福島の美しい紅葉をお届けできたんじゃないかなと思っています。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。